自動車や船舶で、原動機の動力を車輪、またはプロペラに伝えるために用いられる、回転軸である。日本では、英国流に、作動装置と車輪の間の短い回転軸を指し、フロントエンジンリアドライブ車や、中型から大型のバスなどのリアエンジン車、船舶、プロペラ機に用いられる、進行方向と平行の回転軸は、プロペラシャフトと呼び、混同を防いでいる。 米国ではどちらもドライブシャフトとなる。十字スパイダーを用いたユニバーサルジョイントプロペラシャフト、ドライブシャフト車両の前方にエンジンを置き、後方の車輪を駆動させるフロントエンジンリアドライブ車では車両の長さに合わせ一般に長いプロペラシャフトが使われる。初期の自動車ではエンジンが駆動輪となる古車チェクに近接して置かれたことから、 簡素なチェーン駆動やベルト駆動が使用されることが多かった。ガソリン自動車における前方エンジン、後輪駆動の FR レイアウトはパナールルバスソール社が1891年に開発し特許取得したことからシステムパナールとして知られている。パナール式では作動装置から車輪に至る最終原則をチェーンに頼っていたが、さらにガソリン自動車で 作動装置自体を降車軸と一体化し、トランスミッションからシャフトで、5車軸と直結する、ダイレクトシャフトドライブとしたのは、千八百九十八年のルイルノーで、こちらも、特許を取得し、以後二十一世紀初頭現在に至るまで、主流の方式となっている。もっともこれらガソリン自動車以前に、千八百七十八年に、アメデー・ボレーが開発した、蒸気自動車、ラマンセルが、 ボイラーこそ、後部搭載ながら、シリンダーを前方搭載し、シャフトで後輪を駆動する方式を実用化しており、ガソリン自動車発明家たちにとって、基地の手法であった可能性もある。シャフトの接続形態には大きく、トルクチューブ方式とホチキスドライブ方式という2種の方式がある。トルクチューブは、その名の通りシャフトがチューブに覆われ、チューブがリファレンシャルケースと、 強し血されているもので、ユニバーサルジョイントをトランスミッション直後に1個使用。チューブは5車軸の推進力を車体に伝える役割も担う。ホチキスドライブはシャフトがむき出しの構造でユニバーサルジョイントが2個以上使用されており、5車軸の推進力の車体伝達は車軸につながったスプリングやリンクに委ねている。古くは 耐久性やユニバーサルジョイントの強度面などを考慮して、トルク中ブ式も広く用いられたが、21世紀初頭、現在ではより簡潔かつ、総重量、バネ下重量が軽いホチキスドライブが一般化している。英国英語では、ドライブシャフトという表現は、トランスバースシャフトと呼ばれる横方向の回転軸にのみ用いられる。一般的な前輪駆動車と後輪に独立か、 ドディオンアクスルを用いる後輪駆動車では、ドライブシャフトが露出している。駆動輪が、車軸喧嘩の場合、アクスルハウジングに内蔵されており、分解せずに目視することはできない。FR 車とリアエンジンリアドライブバスなどでは、ギアボックスとディファレンシャルを結ぶシャフトは、プロペラシャフトと呼び、より一般には省略系の、プロップシャフトが使われる。日本では、 英国流の使い分けが標準で、FR でのトランスミッションからデフに回転を伝える回転軸をプロペラシャフトと呼び、一般的な前輪駆動や独立喧嘩、またはドディオンアクスルの後輪駆動で使用される短い駆動シャフトをドライブシャフト、あるいはハーフシャフトと異なる呼び方を用いている。エンジンが発生した力を発電機により電気に変換し、 モーターを使用して車輪を駆動するシリーズ方式のハイブリッド機構も講義では同じ役目を果たすものとなるがドライブシャフトではない。ありがとうございます。